いちいちバスの時間に合わせて行動なんてできるか。それに私はまだ運転できる。ブラックワールド。なんだよ、お前の車惜しいね。俺の名は山口、68歳。どこにでもいる普通の老人で、田舎で暮らしている私は車で移動することが多い。一人息子は都会で就職してそのまま結婚して、帰ってくるのは盆や正月くらいで、妻は数年前に病気で亡くなってしまって、もともとあまり体が丈夫ではなく、60代にして俺は一人になってしまって、やはり一人は寂しいね。俺の住んでいる地域は田舎とはいえ、住宅地の開発などが進んでおり、最近では昔よりも人が多くなった気がする。街の景色も随分変わったもんだな。しかし、人が増えてもいいことばかりではない。高校生が広がって下校したり、邪魔だな。ちゃんと道を開けろ。自転車通学の生徒が道路に大群でやってきたり、危ない。昔よりも運転にストレスがかかるようになってしまった。しかし高校生や中学生はまだ子供、仕方のない面もあるのかもしれないと思っていたのだが、若者の運転も自分勝手なのが多い気がした。なんだ、ウインカーも出さないで。そんな車に出会ったばかりだったので、俺は車に乗る若者にイライラするようになっていて。なんで？クラクションなんて鳴らして。俺がそんなことを考えていると、若い男が車から降りてきて。あんた、ここは一方通行だよ。さっさと引き返して通らせてくれ。なんだと？俺はお前みたいな若いのが運転するずっと前からこの町で運転をしているんだ。そんなわけない。お前がどけ。俺はその若者と口論になってしまった。くそ、わけわかんねえじいじい。結局若者の方が車をバックさせて引き返していった。俺は若者は全員自分勝手な運転をしているのだろうと思い、間違ったことをしているつもりはなかった。そんなある日のことだった。久しぶりだな、親父。おお、お前か、久しぶりだね。元気にしてるかい？おじいちゃん。おお、元気だよ。都会で暮らす息子から電話がかかってきて、俺は最近の近況を息子に話して。俺は話の中で、この前会った若者とのことを息子に話して、どういうことがあってんな。まったく、最近の若いのは運転がなってない。いや、親父、それは親父が悪いよ。なんでと？親父も年なんだし、そろそろ免許の返納を考えたらどうだ。ふざけるな。免許返納なんてしたら生活できないだろう。私は怒りに任せてそのまま電話を切ってしまった。あいつは実際に見てないからわからないんだ。最初は息子も現場を見ていないからあんなことを言ったんだと思っていて。しかし、息子はそれからも電話をかけてきては免許を返納しろと言ってくるようになって。車がなくてもバスとかあるだろ？いちいちバスの時間に合わせて行動なんてできるか？それに私はまだ運転できる！でも何かあった時に心配だしさ。うるさい！とにかく俺は免許返納なんてしないからね。免許を返納したら買い物だって一苦労になってしまう。田舎にはそこまで交通インフラが多くない。だから車で移動するのが普通なので。それを今更やめるなんてできない。しまいには帰省した際にも免許のことを言い出す始末だって。何度言われても変わらん。俺は免許の返納などしない。それともお前たちが俺の面倒を見てくれるとでも言うのか？それは確かに難しいけど。だったら文句を言うな。俺は息子夫妻にそう言って免許の返納をしないことを伝え続けていて。まったく、免許を返納しろとうるさいやつだ。こうやって普通に運転できているというのに。
俺はその日もいつものように運転をしていて、いつも通り今日もこのまま家に帰って無事に一日が終わる、そう思っていて、しかし、まったく、やはり悪いのはマナーの悪い歩行者や若者じゃないか。私はそんなことを考えながら運転を続けて、信号に近づいて、黄色信号だったが俺は行けると思ってそのまま車を加速させて、しかしその時だって、急に人が出てきたので、俺はとっさにブレーキを踏んだつもりだったが間違えてアクセルをベタ踏みしてしまって、俺はそのまま歩行者を跳ねてしまって、俺は急いで車から降り歩行者を確認して、俺がやったのか。おいあんた何してるんだ、早く救急車を呼べ。俺は何もできないままぼーっとその場に立ちすくんでしまって、自分が人を引いてしまったショックで何も考えられなくなっていて、俺はそのまま警察に連行されてしまって、事故の処理がどうなったかは覚えていない。とにかく自分が事故を起こしたことがショックで何も考えられなかった。その後俺は弁護士から、あの場所が時間帯で車の進入を制限していた道路で、俺が通った時間が進入禁止の時間帯だったことや、赤信号で俺の車が歩道に進入していたことがドライブレコーダーから明らかになったと聞いて、被害者も重傷で少し重い刑になるかもしれません。そうですか。それと息子さんたち夫婦からの伝言です。事故の賠償金の支払いはこちらでやるので、もう連絡をしないでくれとのことです。散々注意したのにこんなことになったのはあなたのせいだとおっしゃっていました。そんな。その後も息子夫妻は面会に来なかった。こんなことなら免許を返納しておけばよかった。刑務所の中で俺は一人になってしまった孤独感を感じながら、息子に指摘されたあの時、どうして免許を返納しなかったのだろうと後悔していて。俺の名は熊本、23歳、営業の仕事に就いている。正直、新規顧客を開拓するための外回りはかったるいと思っていた。だが、最近は転職だと思うようになっていた。外回りだと携帯いじってても文句言われなくていいな。外回りの運転中にスマホをいじるようになったからだ。スマホ一つでいくらでも楽しめる。動画で笑ったり SNS で誰かとつながったりいろいろできる。最近は特にソシャゲに夢中になっている。そのため仕事中でも待ち時間や隙間時間を見つけてはスマホをいじっていることが多い。さすがに最初は信号で停車した時くらいしかスマホを見ていなかった。だが徐々に大胆になり、ちょっと混んでいる時に停車した時もいじるようになった。それから普通にながら運転をするようになるまで時間はかからなかった。今日も外回りの運転中にスマホをいじっていた。ソシャゲの出入りはめんどくさいな。とはいえ3ヶ月後にゲームで大きなイベントがあるし、無課金で得られるものは得ておかないとな。ソシャゲに集中していた俺は目の前の渋滞に気づいていなかった。ふと目を上げるとずらりと車が並んでいた。うっつ、あぶねえ。ギリギリで急停車できた。事故なんて起こしたらたまったもんじゃない。トロトロ走ってんじゃねえよバカ野郎。思わず罵声が口から飛び出た。どっと冷や汗をかいていた。冷や汗を袖で拭いながらもスマホをいじるのをやめる気はなかった。隙間時間を有効活用するのは現代のビジネスパーソンに必須の技能だからな。有能な社員である俺は当然やらないと。俺に言わせればながらスマホ禁止とか言ってるやつは全員バカだ。時間の価値が分かっていないのだ。人生とは時間だ。時は金なりというが、実際は時と金はイコールじゃない。お金で時は買えないのだ。時間こそが最も貴重だから、俺は目いっぱい時間を有効に使うんだぜ。ソシャゲにハマった俺は仕事中にもスマホをいじっていた。運悪く上司に見つかってしまった。熊本君、君仕事中にスマホをいじってなかったか。
いや、営業の取引先に電話してて。電話？どこにだ？いえ、間違えました。電話じゃなくて、スマホでスケジュール管理してて。音は消してたようだが、表示されていたのはゲーム画面だったろう。違うか？すみません。ちくしょう！後ろから画面を覗いてたなら先にそう言えよ！仕事中にスマホをいじって遊んでいただけでなく、嘘までついてしまった。その結果、監視されるようになってしまった。上司が席を立っても、命じられた誰かがそれとなく俺を監視している。くそ！社内じゃ常に監視されてて遊べねえじゃん！全然ソシャゲができず、ストレスがどんどん溜まっていった。それに比例するように、運転中のスマホに熱中するようになった。唯一監視の目から逃れられるのが、外回りの運転中だったからだ。けど、この前渋滞で危ない目にあったからな。まあでも、安全運転で注意しながらソシャゲすりゃいいだろ。ながら運転するのは、忙しいから仕方がないのだ。俺はアパートで一人暮らししている。そのため、溜まった洗濯物を洗ったり、掃除したりして、休日がほとんど潰れてしまう。一日中でもスマホをいじりたい俺にとって、ストレスの溜まる日々だったのだ。だいたい、ながらスマホで事故るやつなんて、めったにいないだろう。どうせ、若葉マークをつけてる運転初心者か、運転が下手なやつくらいのもんだろう。言うまでもなく、俺は運転がうまい。その上、賢い。ながらスマホとバレないように外から見えにくい位置にスマホを設置しているほどだ。運転中スマホをいじるから車内での仕事に集中できるかというとそんなことはなかった。ついついあともうちょっとという欲が出て車内に戻ってもスマホをいじってしまい仕事を忘れ熱中してしまっていた。そのせいで書類の締め切りをオーバーしたり頼まれた約束をすっぽかしたりしてミスを連発した。ちくしょう！最近怒られてばっかでマジストレス溜まるぜ。外回り中に渋滞に巻き込まれたが俺は気にしない。こいつら真面目に前だけ見ててバカじゃねえの？お前らが無駄な時間を過ごしてる間に俺は有意義にスマホを楽しむぜ。ながら運転は適度な緊張感や背徳感があり楽しい。いいストレス発散になった。ながら運転は賢い方法だな。安全運転で誰にもバレず、外回りの効率も落ちない。前方の車のブレーキランプが点灯した。俺は華麗にブレーキペダルを踏んだ。視界の端に赤い色が見えた瞬間に自然に体が動いたのだ。我ながら惚れ惚れするようなドライビングテクニックだな。また前方の車が進み出したのでアクセルを軽く踏んだ。俺のながら運転には磨きがかかっていた。以前のような危なっかしさはない。やっぱ運転は慣れだな。ながら運転も運転のテクニックの一つと考えるならこれも慣れれば余裕でできるようになるってわけだ。俺って頭いい。俺はついに仕事とソシャゲの両立を完全に成功させたのだ。さすが俺だぜ。最近は運転中にプレイできる時間が長くなったおかげで車内でプレイは控えるようになったしな。おかげでミスも減り怒られなくなったし何もかも順調だな。苛立たしいはずの外回り中の渋滞の待ち時間も全てが俺の癒しの時間となったのだ。俺のドライブテクなら絶対に事故なんか起こさないしな。3ヶ月後、ついに待ちに待ったソシャゲの大きなイベントが始まる。レアアイテムもゲットできる重要なイベントだ。だが面倒な取引先に当たってしまった。こいつ、いつまでイチャモンつける気だよ。こっちは大事なゲームのイベントがあるんだぞ。参加できなくなったらどうしてくれるんだ。結局イチャモンをつけられたせいで大事なゲームのイベントに参加できなかった。ちくしょー。3ヶ月も前から楽しみにしてたのに。毎日コツコツとプレイして準備を整えてたのに。それもこれもパーじゃないか。愚痴りながら俺は荒い運転をした。タイヤのきしむ音がする。イベントを逃したせいで計画が全て狂ってしまった。今までの頑張りが無駄になってしまった。そんな苛立ちから盛大に課金してガチャを回すことにした。ちょうど信号が赤になったので停車した。いきなり一発目から欲しかったやつが手に入った。ラッキー。さらにまた欲しかったものが手に入った。
マジかよ、最高についてんじゃん俺。運転中だなんてことは完全に忘れた。ガチャに夢中になる。ちょうど顔を上げると信号が青になっていた。またまたラッキー、やっぱ俺ってばついてるぜ。アクセルを気持ちよく踏み込んだ。そしてこの勢いに乗ってさらにガチャを回すことにした。ボンネットに向かって子供が倒れ込んできた。うわぁ！どうやら飛び出してきた子供を跳ねてしまったらしい。路面に倒れた子供を見てやってしまったという絶望感が満ちてきた。慌てて周囲を見回すと幸い誰もいない。発進時にちょっと引いただけだから大丈夫だよな。うん、きっと大丈夫だ。警察呼ばれたら面倒なことになるし、どうしよう。俺はパニックになった。親らしき女がかけてくるのが見えた。やばい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 。俺は急いで車を動かし逃げ出した。もし万が一あの子供が死んでたら。俺は恐怖に任せてしばらく走った。停車した瞬間ハンドルに突っ伏した。罪悪感に胸が押しつぶされそうになった。それでも警察に自首するのは怖くてできなかった。後日俺は防犯カメラが証拠となり逮捕された。会社はクビになった。弁護士からあの子の無事を聞かされ安堵と後悔の涙を流した。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。